大河ドラマ、大河ドラマ、大河ドラマは、1963年、昭和38年から放送されている NHK のテレビドラマシリーズ。略称は大河。1984年から1986年にかけて放送された NHK 新大型時代劇と2009年から2011年にかけて放送されたスペシャルドラマ、坂の上の雲についてもこの項で述べる。 NHK におけるドラマの枠の総称である。放送形態は1回45分、日曜夜、1年間50回前後放送。第一作放送開始以来、枠としての中断は一度もない。連続テレビ小説と並んで NHK、NH ひいては日本のドラマの代表格としてメディアでも取り上げられ、視聴率の変遷がネットニュースなどで頻繁に取り上げられる。 作品内容は、日本史上の人物の生涯を描く一大記が、ほとんどである。ただし、架空の人物が主人公や主要登場人物を占める、場合もある。主人公は男性であることが多いが、2000年代以降、女性主人公の作品も、多く作られている。イコール予定、未定、初期作品からいい直介、原田海、平野清盛、平野正門、 柳沢吉康、北条政子、足利高氏、日野富子、明智光秀等々、一般的には歴史上ネガティブなイメージを持たれた人物を主人公に据え、新解釈によってその人物の人間的側面を掘り下げて魅力的に描く手法、そういった原作を採用することがたびたび取られてきた。一方、主人公をヒーロー、ヒーロイン、または、 現代的感覚を持った人物とし、描こうとするため、その人物の暗い側面に関しての描写が曖昧で、あったり、歴史学上の定説と離れた演出が加えられる、こともある。このことに関し、NHK 側は、大河ドラマはドキュメンタリーではなくあくまでドラマであり、演出も必要であると述べている。大阪城や、屋敷門の炎上、関ヶ原の戦いなど、 過去の作品で使用した場面が何度も使われるケースがある。題材となる人物やテーマに、ゆかりのある地方とタイアップすることも多い。スタイルとしては一大記形式が多く、序盤には子役を立てて、主人公の首相から始める形が多いが、初期には主人公の壮年期からスタートするものもあった。また、中心蔵の特に最初の箱老子など、 比較的短事実のドラマを一年間かけて描くものも、少数ながら存在する。第一作とされている、花の生涯放送開始時には、大型時代劇という名称で呼ばれていたが、同枠のドラマが本数を重ね、さらに次第に、歴史ドラマとして注目されるようになると、大型歴史ドラマの名称が用いられるようになった。シリーズ十五周年を記念して発売された二枚。 組 LP レコード、NHK 大型歴史ドラマの15年花の、生涯から過信まで、ポリドールのタイトルにもそれが現れてる。一方、第2作の、アコロー老氏放送時には、読売新聞が、花の生涯と、アコロー老氏を、大河小説になぞらえて、大河ドラマと表現し、その後一般でも、大河ドラマの名称で故障されるように言った。1977年、 昭和52年3月 NHK でシリーズ15周年記念番組大河ドラマの15年を放送。これが NHK が公式に大河ドラマの名称を用いた最初である。その後、1978年の黄金の日々の頃には大河ドラマの名称が定着し、レコードや書籍にも大河ドラマの名が使われるようになり、 やがて本放送時にも大河ドラマとシリーズ名が明かされるようになった。なお、大河ドラマという表記自体が大河ドラマでテロップもしくはそれに準ずる形で初めて登場したのは北条と木宗の副音声解説である。テロップでは、年家と松賀が百万国物語の冒頭、オープニングタイトルでは、龍馬伝からである。原則一年一作で1月初回。 12月最終回である。初期は年内いっぱいの52回放送していたが、後に正月3月日と12月下旬は特別番組に枠を譲り、50回放送が典型となった。年末年始2週間は放送を止めする計算となる。2018年は NHK の働き方改革の影響を受け、大河の特別編に枠を譲り、47回放送となる予定。 1990年代前半には、大河のスリム化が図られ、放送サイクルが変則的になった。連続テレビ小説と同じ年度別2作品の、方式とするべく、第31作、琉球の風を6ヶ月、1993年1月から6月、第32作、炎を立つを9ヶ月、1993年7月から1994年3月、 にそれぞれ短縮し、以降は半年ずつの放送サイクルとするはずであった。しかしこの計画が不評だったためか、第33作、花の乱毛9ヶ月、1994年4月から12月、都市、第34作、八代将軍吉宗、1995年からは、再び1年1作のサイクルに戻った。この他に、第30作、 ノブナガキング・オブ・ジパング以降は NHK の子会社である NHK エンタープライズに制作が委託されていたが、八代将軍吉宗で NHK 東京本部の単独制作に復帰した。出演者は通常のドラマでは主役級の俳優、女優が共演することが多く、これに名脇役と呼ばれる俳優や舞台俳優、歌手、アイドル、お笑い芸人など多彩なキャストも加わるため、 普段は見られない顔合わせがよく見られる。このことは連続テレビ小説でも同様に言える。番組初期は古社協定により、映画会社所属の俳優はテレビ出演が制限されていたため、新劇の俳優や歌舞伎俳優が多く起用された。第三作、大抗期では、小形健、高橋浩二、石坂浩二ら無名の新人俳優が抜擢され、一躍人気スターとなった。 五者協定賞滅亡も、第21作、徳川栄康で、織田信長役を演じた、役所孝二や、第25作、独眼、竜馬サムネで主演した、渡辺健は番組がきっかけで、一役有名になり、2000年代に入ってからは、北条時宗に出演した、北村一期や宮坂博之、雨上がり決死隊、新選組、に出演した、山本康二や坂井雅人、 サナダマルに出演した高木渡るなどが大河ドラマに出演したことをきっかけとして活躍の場を広げることになった。各作品、クレジットはオープニング時に表示され、その時にオープニングのテーマ音楽が流れる約3分。オープニングは原則オーケストラにより演奏されるオリジナル曲。また、クレジットの最初に出るタイトルは出書き、彫刻などの場合もあるが、 いずれも手作りで、制作者は大事として出演者よりも先にテロップされる。独眼、龍馬サムネ以降の作品では、オープニング前に、図解や写真などを用いた史実の解説などを行う、アバンタイトルで始まるパターンが多い。本編では、全般的に序盤は、ロケシーンが多く、中盤から後半に、クライマックスがあり、終盤は、登場人物も代替わりして、 若手俳優が増え、またスタジオ撮影のシーンが多くなるのが特徴である。近年、合戦シーンなどでは、コンピュータグラフィックス、CG を用いることも多い。本編終了後に次回予告、30秒程度が流れ、その回の放送内容の舞台となった地や、重点的に取り上げられた人物のゆかりの地を紹介する気候コーナーが入る。最終回では、本編終了後に、 気候コーナーが先に入って、作品自体はそこで終了し、その後に自作の予告が入る30秒から2分程度。作品によっては最終回のみオープニングをカットして、エンディング、気候の直前、本編ラストにテーマ音楽とテロップが流れる。なお、2004年と2005年の大河ドラマ、新鮮組、及び、 吉常はデジタル総合テレビにて13時 -13、45、2005年4月からは13時5分 -13、52、限定先行放送を始めたが、2006年、光明月時から再びその放送はなくなった。年末には、総集編、ダイジェスト版、全部で3、4時間程度も制作される、作品によっては、翌年正月に放送する場合もある。また、 近年は本放送に区切りがつくごとにその時点までの総集編が番も兼ねて放送されることがある。1984年から1986年にかけての近現代三部作、三河もゆ、春の葉と命が放送されていた時期に従来の時代劇路線の大河ドラマのファンのためにそれまで軽い内容で 5K の水曜時代劇が放送されていた。 水曜日の二重時代に新たに設けられた。放送曜日と予算は、大河ドラマと異なるが、出演者に、大河ドラマ出演者が多く、一年間の放送であった、ことから、大河ドラマに準じる連続大型時代劇として、扱われることも多い。百八十六年の、武蔵坊弁慶は、翌百八十七年一月から、大河ドラマが、独眼、竜正宗で、 時代劇路線に戻ることもあり、約9ヶ月間の放送で終了した。2006年1月には、大河ドラマとしては初めて続編が制作、放送された。これは2004年制作の第43作、新選組のその後を描いた作品で、大河ドラマでは、局長、近藤勇が主役だったが、続編、新選組、肘方歳三最後の1日では、副調。 ひじかたとしぞうにバトンタッチし、ドカの最後のついたちを描いた。2009年から2011年にかけての毎年12月に、当初、21世紀スペシャル大画として企画され1話90分、全13話で放送された。そのため、第48作、天地人から第50作、コ姫たちの戦国間の3作品は11月で、放送が終了している。 上日のように、大河ドラマは NHK の看板番組の扱いを受けており、NHK も1年間、その年の放送内容に関する番組を随所で放送する。例えば、その時歴史が動いた、歴史秘話ヒストリアなど NHK の歴史教養番組、娯楽番組では、主人公及びその時代がたびたび取り上げられる。また、放送開始直前の、 NHK 紅白歌合戦には主演俳優はほぼ必ず出演する。ほとんどはゲスト審査員であるが司会者に他に適任者がいない時は司会に歌手としての活動も盛んに行っている場合には出場歌手に名を連ねる場合もあり。放送年の2月3日には出演者が大相撲力士と共に 成田さん新商寺で節分の豆巻きの来賓ゲストとして出席するのが恒例である。また、主要出演者、主演者に限らずが、中央競馬の NHK マイルカップゲスト出演や、表彰プレゼンテーターをする場合がある。日本国内の NHK での放送では、デジタルで放送される、デジタル BS プレミアムとデジタル総合テレビでは、 副音声で視覚障害者向けの解説放送がある。また、デジタル総合テレビとデジタル BS プレミアムは、連動データ放送がある。この解説放送は、ステレオに音声放送で、アナログ総合テレビとアナログ BS プレミアム並びに、海外向けテレビ番組配の NHK ワールド、プレミアムでは行われていない、通常のステレオ放送のみ。これらは、BS デジタルの放送開始翌年の、 北条と木舟より行われた。海外向けでは、日本人が多く住む地域で NHK ワールド以外の放送局で放送されている字幕付き。2000年代以降では CS 専門チャンネル、ファミリー劇場、時代劇専門チャンネル、衛星劇場等で放送されている。2001年から2005年までは、アナログ放送とデジタル放送では、 番組内容は同じでもそれぞれ編集映像比率内容が異なっていた。アナログ放送用 NHK ワールドプレミアムも含むでは本編は4、3でそうされるが番組最後の機構の部分のみレターボックスで放送されていた。2006年からアナログデジタル同時創出のためアナログ放送 NHK ワールドプレミアムも含むではレターボックス4、9上下 黒帯幅がやや小さく、4、3画面でも違和感がないもので放送されるようになった。他の番組では16、9レターボックス放送は行われるようになった中、本番組では2010年7月11日以降も、両デン最終回、総集編まで14、9サイズでの放送が続いていた。これに合わせて、同年の、光明が知と翌年の、風林火山の中では、 スタッフキャストのテップを横書き表示に変更した。2008年以降の作品については再び、縦書きクレジットの作品が増えているが、2009年の天地人、2010年の龍馬伝、2014年の軍師、官兵では横書きでクレジットされた。もっとも画面サイズとは関わりなく、サンガも言う春の波と、総集編と、 過去の作品でも横書きクレジットタイトル表示だった作品少数ながら存在する2011年に入ってからレターボックス169に移行したスタジオでの全収録が終了するクランクアップの時には出演者スタッフの呂をいたわってスタジオにくす玉が吊るされ主演者がそれを割ったり出演者のスピーチも行われ翌年の大河の主役の俳優からその年の主役の 俳優に花束を渡し引き継ぎを行うと、その模様は、スポーツ新聞や NHK 広報番組、NHK オンラインの、これ見て、ムービーで取り上げられることが多い。2005年以降、NHK の不祥事が、クローズアップされたため透明性を明かすために、光明が、辻以降、毎年の決算概要に1話分の平均制作費について公表している。以降の作品は、 義経ツネが6、440万円、光明が辻が6、110万円、風林火山が6、08000 00円、厚姫が5、910万円など、ほとんどの支出がセットなどの美術費であるとのことである。一年間にわたって、大河ドラマの舞台となった地域は、たとえ複数、主人公の生育地、青年後の生活地が異なる場合が多いであっても、 その観光への影響力は大きい。関連するビジネス団体や地方公共団体においても、その誘致に組織的な努力がなされることが一般化している。テーマ、地域、時代、主人公プロフィールなどの偏りに配慮する NHK の判断を見して、多くの地域で多大な誘致活動が行われている。大河ドラマの街と銘打って自治体や地元、 経済団体等が地域活性化を図るケースは多く、例えば2002年の都市家と松が高視聴率を博したことで、石川県の観光振興に大きく貢献している。毎年、大河ドラマの題材となった人物、時代を特集した特別展が NHK と NHK プロモーションの主催で、東京都江戸東京博物館にて開催され、関連府県へも巡回して、順次開催される。 また、自治体や地元経済団体等が、展示館、大河ドラマ館を開館し、ドラマで使用された衣装や小道具や出演者、ストーリー、歴史背景などを紹介するパネルの展示や、番組出演者を招いたイベントなどが実施される。集客力は、ドラマ本体の評価に左右される面もあり、長野県上田市に開館した、真田丸、2016年の、 大河ドラマ館が目標を大きく上回る入館者を集め、全国各地で開催されたイベントが盛況を博するなど、観光振興に大きく貢献した一方で、花もゆ、2015年ではドラマ人気が低調であったため観光への影響が不完全燃焼に終わったと報道され、滋賀、京都、大阪がドラマの舞台になると、京阪電気鉄道が8000系。 霊番台や休線形などを使用して、ラッピング電車などを走らせるなどして、積極的に PR している。また、毎年秋に各地で開催される大菊人形展は、大河ドラマをテーマにするケースが多い。また、その年に放送されている、主人公にゆかりのある地方自治体が NHK とのタイアップで、展示会やフスティバルを開いている。 長年、京阪電機鉄道が平方パークにて開催される、平方大菊人形は特に有名であったが、技術者の高齢化や後継者の不足などを理由に2005年の吉常をもって終わりしている。しかし、市民からの復活の予防、また平方パークの所有者、京阪電鉄が創業100年を迎えたのを記念して2010年の1年限定で、龍馬電を題材とした。 聞く人形展を開催することが決まった。青森県八戸市で8月に行われている八戸三社大祭には2005年から大河ドラマの出演者が中日の合同運行に参加している。1970年代までの NHK ではテレビドラマの再放送自体ほとんど行われず映像ソフト化も資料の外だったためマスターテープは 本放送終了後に内容を消去してた番組の収録に使い回していた。これは著作権絡みの問題やマスターテープとして使用されていた放送局用ビデオテープ2インチ VTR テープ幅5センチが輸入品に限られたゆえに非常に高価だったことも関係している等の価格で1本約100万円。高級車1台の価格に相当していた。現代の感覚では 多額の制作費をかけた映像作品を消去することは重大な資産の損失であると考えられるが、当時の感覚は逆であり、非常に高価で保管にも費用のかかるビデオテープを再利用しない方が損失であると考えられていた。当時は NHK に限らず民放でも同様の問題からテレビ番組の保存があまり行われていなかったが、 民放で放送されたフィルム撮影のアニメ、特撮や一部のドラマは割合減損している。これはテレビ局自身が制作したものではなく、外部の制作会社に発注された作品であり、一定の期間が過ぎると制作を発注したテレビ局との放送券が切れ、放送券料さえ支払ってもらえば、どこのテレビ局でも再放送ができるようになり、 その権利量が制作会社の収入になることを見越していたためである。こうした事情から、大河ドラマに関しては、原読大平記、1975年以前の作品、及び、歌信、1977年、草燃える、1979年のマスターテープの大半が失われており、映像資料用として保存されていた一部の放送会のみ、作品によっては、 総集編も現存している。同様の理由で、すでに存在していないと思われていた、風と雲と虹と、1976年については、全映像のありが確認され、後に完全版 DVD が発売された。これが、全話映像ソフト化された作品のうち最も古いものとなっている。当初は高価だった、放送局用ビデオテープも、家庭用ビデオデッキの登場によってはるかにコストが、 下がったため、次第に番組を保存するように方針が変わり、黄金の日々、1978年は全話現存している。そして、獅子の時代、1980年以降の歴代作品は、通常放送回、総集編ともに、すべての映像を NHK が保存している。NHK では、マスターテープが失われた。 過去の放送番組の収集を進めており、その結果、制作関係者や一般視聴者が、ビデオ、当時は大変高価だったで、録画保存していたものが発見されて寄贈されるともある。例えば、モミの木は残った、1970年は NHK に、総周辺の映像しか残されていなかったが、近年になって、通常放送回の大半の回を録画した、ビデオテープ、 白黒映像が見つかっている。春の坂道1971年は、総集編を含めて NHK に全く映像が残されておらず、幻の大河ドラマと呼ばれていたが、後に最終回のみモノクロの家庭用 VTR で録画された映像が発見されて NHK アーカイブスに収蔵されている。同様に通常放送会のマスターテープがべて失われていた前述の 草燃えるは、寄贈されたビデオテープによって、全放送回の映像が揃えられたが、一部の回の映像に欠損している箇所があるので、今のところ完全な形では揃っていない。詳細については、草燃える映像の保存状況などを参照。そして2015年11月、それまで唯一通常放送回の映像が一本も残っていなかった、国鳥物語。 1973年の本編2話分が寄贈されたことで、全作品の通常放送回が最低1話は現存していることにった。現存している作品のいくつかは DVD で販売され NHK アーカイブスで視聴することも可能である。現在、現存している初期作品のデジタルリマスター化がアメリカで行われている。総合テレビ BS プレミアムでは、 番組連動型データ放送のサービスを展開している。データ放送の基本画面、ランケーブルを接続しなくても、視聴可能では、その日のあらすじや出演者、その役柄についての説明など基本情報を収録。さらに NHK データオンライン、ランケーブルを接続して視聴可能を利用することによって、出演者インタビューや収録の裏話、トピックス、 作品の時代背景や物語の舞台となった土地、登場人物の略歴といったドラマ関連の情報を見ることができる。さらに NHK ネットクラブ会員に登録することによってドラマ放送中の時間帯、再放送を含み5分で作品名は対象外に実施されるスタンプラリーに参加することでネットクラブの会員ポイント1視聴につき1点。 一週間につき最大3点を貯めることができ、またキャンペーン期間中には作品関連グッズプレゼントへの応募権利が与えられる特典もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。